アメリカのツイッターの利用者2億人分以上に上るメールアドレスなどが流出した可能性があるとロイター通信が報じましたロイター通信によりますとイスラエルのサイバーセキュリティ会社の創業者が SNS で指摘したもので流出した可能性があるメールアドレスなどの個人情報はハッカーらがデータを取引しているサイトに投稿されたということです ツイッターの1日あたりの利用者数は、去年7月時点で2億3780万人で、ほとんどの利用者の個人情報が流出した可能性があります。今後、流出した個人情報を使ったアカウントの乗っ取りや、標的型攻撃のリスクが高まると指摘しています。流出の可能性について、アメリカのツイッター社はコメントしておらず、問い合わせにも応じていないということです。